パパジーンズタイニーハウスプロジェクトスターティング。今日は7月10日、時刻は10時半、気温は28度です。今日もなんか雨が降るらしくて、頑張ってここまでたどり着きましたが、やっぱり遠いわ。2時間運転はなんかもう疲れます。もう元気がなくなってきております。ただいまの時刻は11時15分前です。今日はまずこうペイントからやっていきたいと思います。この緑を塗って白を塗っていきたいと思います。雨降る前にできるだけ塗ります。ただいまの時刻は11時15分です。緑の部分は塗り終えました。次はこの白い部分を塗っていきたいと思います。まずこの部分を塗っていきたいと思います。これを塗った後、このレンジフードみたいな外のカバーをつけれます。こういう状態です。これをベタベタに塗っていきたいと思います。すぐ12時半になろうとしています。今日はサンドイッチを作ってきました。6枚切りのパン1枚です。であとこの焼き鳥、備長炭焼きの焼き鳥肝やて、これ2本入り1本1ドルぐらいですね。このサンドイッチはコロッケとレタスです。それにマヨネーズで味付けしてます。それととんかつソースもつけときました。であとは飲み物、テリーさんからもらった番茶を冷やしてきました。であとカルピスソーダとファンタです。でいただきます。ただいまの時刻は2時半です。全部こう枠を白のペイントしました。どうですか、この後ろも。後ろもペイントしてます。じゃあこれでもうあれをインストールしようかな。フードをインストールします。現在の時間は3時15分前です。これをインストールしました。でその後布のテープで穴を塞いでます。こっちから見た感じはこんな感じです。これであとここサイディングつけることができます。ただいまの時刻は3時10分前ですが、また雨が降ってきましたね。雨が多いな。
することはあるんですけども、帰ろうかな。甘じまいはできたと思います。ここのここもガムテープで塞いでます。ここからももう雨が入ってこないはずです。